様と水様は方の存在を大変お気に召されています。しかしあなたからは死の匂いしかしません。私はイル様、水様を守りし者。私としては、あなたを殺すことでイル様、水様のためになるものと思っていました。しかし、親方様のご命令もあり、それをなすこと叶いません。水様のためとすればこそ自らの思うところにございますが、それだけです。よく私に何かお聞きになりますね。そんなに私が信用足りませんか。言葉が過ぎましたね。どうぞ。なんなりとおっしゃってください。と言われますと、殺してはいないのでしょう。ならば問題ありませんわ。
草原様もその道を生きてこられたのでしたらご承知でしょう。強い者こそが最後まで生き延びる資格を持つ。そのカスカさんがお強いのでしたら別に何の問題もございません。仲間内での強さというのを時には見せつける必要がございます。何をでしょうか。ご質問はそれだけでしょうか。私にも分かりません。私、用事を思い出しましたのでこれで失礼いたします。早いのですね。だったらいっぱいお話できるね。すいね、お兄ちゃんに聞きたいことあるんだよ。あのね、お外ってどんな感じなのかな。ううん、そうじゃなくって、お空とか海とか、こことは違う外のこと。スイちゃん、ちゃんと言わないと草原様も答えられないわ。すみません、草原様を混乱させてしまって。つまりこの蔵より外のことです。私たちはこの蔵より外に出たことがありませんので。ここからは空と海しか見えませんから、私たちは何もわからなくて。
よろしければお話願えませんでしょうか。私も草原様のお話を聞きたくて。お兄ちゃん、お願い。はい、ありがとうございます。やったー、お兄ちゃんのお話が聞ける。ずっとずっとどこまで続いているのでしょうか。どこまでも続いてるということですか。続いてるんだ。見てみたいね、そういうの。そうだね。お兄ちゃん、お兄ちゃん帰っちゃうの。スイちゃん、草原様ありがとうございます。楽しいお話でした。絶対だよ。お兄ちゃんのこと待ってるからね。笑っていらっしゃるのを私は止めたくなかっただけ。ただそれだけです。
私に関わらないでください。あなた相手では手を抜く真似などできません。私は未熟ゆえ、あなたを殺してしまいかねませんので。ですが、私には草原様を殺すなと篠様から言いつけられています。殺したくとも、殺すことはまかりなりません。それでも命令に逆らうことはいたしません。様と刃を交えることはできません。では。
しいし、言われるがままに何でもする。主人の言うことには絶対服従し、出て行こうにも何もなく、そんな私がどうして草原様に顔向けできましょうか。でも、草原様が再びこの島に来られることは。